ハーストコミュニケーションズ・インクはアメリカ合衆国にあるメディアコングロマリットである。本社はニューヨーク市にあるハーストタワーに置かれている。創業者のハースト家が今も社主として経営に当たっている。創立はウィリアム・ランドルーフ・ハーストがサンフランシスコ・エグザミナーの社主となった時とされ、現在では様々なジャンルの媒体を抱え、アメリカのメディア企業としては 世界最大級の企業グループの一つである。現在、ハーストが全米で発行している新聞は、ヒューストンクロニクルなど15の日刊誌と49の週刊誌である。これに、ハーストが31%の株式を持つアメリカの新聞社メディアニュースグループの発行誌を含めると、全米で200近い新聞を発行している。出版では、コスモポリタン、セブンティーン、 マリエ・クレールなど著名な雑誌を約200紙、世界中で発行している。放送業では、参加のハーストテレビジョンを通じて、A&E、ライフタイム e s p n など28の放送局、ケーブル局を所有し、全米視聴者の18%のシェアを獲得している。また、インターネットビジネスや不動産事業なども手掛けている。2011年以降、 フランスのアシェットフィリパッキメディアのフランス国外での出版事業をグループで引き受けている。日本法人は長らくなかったが同年上記事業引き受けに関連してアシェット夫人が報社の株式を買収したことでハースト夫人が報社として設立された。ありがとうございます。